はい、おはようございます。ジェン君、おはようございます。こんちゃん、こんちゃんはなぜこの離れたところにいるのかな。こんちゃん、こんちゃんもおはよう。どっちかが近づいたらどうかな。ジェン君、こっちで行ってみようか。はい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 、ポンちゃん、ポンちゃんおいでよ。なぜ君たちはなぜその取りにくい角度になるの。ポンちゃん、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 おはよう。ワンちゃん、よいしょ。そしてジェン君、ワンちゃん君、始まり始まり。はい、誕生日プレゼントを探しに海老名まで来ました。うちからはちょっとした都会です。ただいま帰りました。はいはい、ジェン君、ポンちゃんはパパのパンツの上だね。パンツってかズボンね。短パンと T シャツの上に寝ておられましたか。そしてジェン君、ジェン君一応迎えには出てくれたね。寝てたでしょ。でもね、あったかいもんね、体がね。ママ用のプレゼントを買い集めましたよ。すごいね。フライングタイガー全部買ってもビビたる額でした。いろいろ買ったけど、さあまずどれからいこうかな。一番後ろのやつはそのまま、指を刺すだけでいいかな。写真にあるようにキノコです。キノコの提灯だね。いわゆるランプシェードみたいな形なんだろうなというふうに思っています。中に、まあ、電球を入れてぶら下げるっていう感じかな。それを、どんな風にして作ろうかっていうところを今考えています。小さい LED みたいなやつをね、これです。LED をですね入れて、まあコードで吊るとか紐で吊るとかいろいろちょっと考えましょうというふうに思っています。これは、フライングタイガーの商品です。はい、安いよ、フライングタイガーね。うん、かわいいしね。そう、かわいいね。そして左の奥は何でしょうか。なんかこうエスニックなデザインに見えますけれども、これはこうすればいいんですね。よいしょ。これは実はこっちのカメラにもお願いしますね。はい、こっちどういろいろ映ってるかな。まあ近ければ映ってると思う。これはですね、こういうぐるぐるぐるっと巻いて、カードに挟んでおくと、カードを開けた途端にビュンと飛び出す蝶々。これなんかテレビでやってたんだよね。うん、なんだっけ、朝、日曜の朝みたいな番組で、やってるのを見てちょっと可愛いなと思っていました。ただ心臓の弱い人にはやっちゃいけないなと思いますけれども。ジョン君、ポンちゃん用ですね。そうですね、パタパタパタって飛ぶのをどんな風に見てくれるか楽しみです。
そしてすぐその横にあったのが、これはマオイさん、あ、今のキノコのランプシェード、それから飛び出す蝶々、うん、マオイママさんが選択しました、うん、そしてこれ何でしょうか。これはピンバッジです。はい、ピンバッジ好きのママさんとしてはですね、猫の柄があるって言って、ちょっと可愛い感じの間抜けな猫ね、くるくるってなっちゃうの。これじゃあつけたらみんなひっくり返っちゃうんじゃん。あ、みんなもう重いんじゃん。違うの、これ紙についてるから、うん、薄くてツルツルくるくる回っちゃうけど、洋服とか布につけると摩擦で回らなくなるので、ね、でもいつの間にかひっくり返るよ。そう、やっぱり重みのある方が下に行くのでね。まあそれは、いいんでしょうね、きっとね。で、ピンバッジ購入しました。そう、ね、ブローチが好きなのでね、うんうん、ピンバッジも好きです、はい、これ、はい、かわいいやろうっていうやつです ね、 そうですね。さあ、その隣、その隣は何でしょうか。これは楽器です。フライングタイガーにもおもちゃの楽器として置いてあったんですが、音はすごくちっちゃいんですけども、クロケンやマオイが歌う時にはちょうどいいなと思ってですね、弾いているその音が目の前のお客さんに届いてしまうような狭い場所で歌うことが多いので、その時にこれを軽く手の上でゴリゴリってやってみ、違うかな、前後ろ前後ろっていう、前後ろ、うん、ここするように、ここじゃなくて、そうはい、のれんで、はい、この動きで止める。そう、ちょうど 1,2,3GGGみたいに、使うやつです。で、完全に止めたいときは握ります。そうですね。です。はい。これが、もっと大きなものが普通楽器として売られてるんですけれども、ちっちゃくて可愛いのがあったので買ってみました。うちにはどでかいのがあってうるさいんです。そうなんです。ちょっとね、ライブの時でもうるさく感じるようなのもあるんですけどね。これはクロケンパパが、これいいじゃんって言って買いました。買いました。そしてその横にある2つですね。丸い筒のやつとそのこれ。これがまあメインなんですけれども、見てください、この可愛さ、顔から足が出ている猫の、まあこれは植木鉢を入れる、まあなんていうの、ケースというか、ものなんですけれども、これに植木鉢だね、植木鉢、いや、うん、なんか、ね、植木鉢って書いてあったよ、本当、うん、これ自体が、うん、植木鉢って書いてあるよ、そう、うん、じゃあ水下から出るのかな、わかんない、こうやっちゃった、とりあえず見た目が可愛いんでね、これにしようと思ったんですが、これに植木を入れるわけにうちではいきません、猫がいるんでね。ということでこれ、これは短い色鉛筆いっぱいあるよってマオイママさんに言われましたが、うん、この長さに揃ってないのでね、この長さで、さっきの植木鉢の中に入れるとちょうど可愛い感じになるんじゃないかなと、これをここにね思いました。これも後ほどね、後ほどっていうか今日はまあいいとして、動画の中で、紹介したいと思います。そして最後に右の奥にあるのが、これは何でしょう。これはおもちゃです。虫を釣る開けるゲームです。開けてみる？まあそれも動画でいいんじゃないの？今度ね。何日か後には、ちょうどママさんの誕生日あたりに、動画で紹介される予定です。1個くらい。はい。蝶々。はい。真ん中に磁石がついてるんだね。そう。マグネットで釣る子供のおもちゃですね。釣り堀みたいなやつ。あれの、虫版ですね。虫のデザインがシュールで可愛いということで、これになりました。まあ、
60を過ぎたおじさんと、50代のおばさんの夫婦としてはちょっとどうなのっていうものではありますが、うちの感性これです。その後ろにあるあのワニだのなんだの見ていただくと馴染んでるでしょう。家の中がみんなこんな感じになります。呼び上げに移りますね。その前にちょっと待ってよ、思い出動画、ジャン君とポンちゃん思い出動画です。右の方に出たよ。これはですね、ジャン君ポンちゃんがチューしたよっていうやつですね。で、クロケンパパは追い出されたって書いてあったんですが、どっかの場所を、2人に取られたんですかね。そういう動画今流れています。では読み上げ。リアメテさん、こんばんは。今日はバスでしたが、早く帰ってこられたのでもうシャワー浴びてのさっぱり視聴です。はい、よろしくお願いします。今日は少し涼しかったんだよね。湿気はあるんだけど気温はそんなに高くなかったので、めまいがするほどの暑さというのではなさそうでした。僕たちもねちょっと小雨降ってる中出かけていって、うん、駅からはねずっと屋根のある状態だったから、まあ雨もし降っても心配なかったんですけれども、そして里内裕太さん、こんばんは。ママさんお誕生日おめでとうございます。あと3日ありますけれどね、ごめんね、ちょっと先走って紹介しちゃいました。15日がお誕生日です。お誕生日の日はちょうど歌の日になりますので、その時にまああれやこれやまたはその夜に、改めてですね歌を歌ってばっかりだとちょっと誕生日っぽくなくなっちゃう可能性があるので、その夜にでもお誕生日おめでとうという、動画を、配信しようかなと思っております。リアメタさん、今映っているのは何ですか。今ずっとおしゃべりしてしまいましたがこれです。そういうやつです。そして、里内裕太さん、おとといかな、一昨日だからおととい、日曜日選挙の投票しに行きました。はい、パパさんも行きましたか。行きましたよ。行きました。リアメテさん、なんかさ、そういえば、うちの地方というかこのエリアでも、うん、選挙に行くと、ラーメンを少し安くするみたいなのがフェイスブックに流れててさ、後で見たんだけどね、うん、行っちゃった後で、そういうことやってんだ。そうなんだ、うん、知らなかった。里内裕太さん、あうちゃん、リアメテさん、ママさんへの誕生日プレゼントだったのですね。はい、はい、見えなかったでしょ。ね、ただ単に、おもちゃ買ってきたのかいみたいな感じですが。そしてリアメテさんが呼んだね、ふーたろうさん、パパさん、ママさん、皆様、ジャン君、ポンちゃん、こんばんは。こんばんは。今日ちゃちゃちゃまの目薬をもらいに、ちゃちゃちゃまを連れて行きましたが、検査で炎症があるということです。で、また2種類の目薬を、刺すことになりました。弱いんだね、ちょっと、引っかいたりとかするのかな。よくね、かい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 ってやって、ちょっと目を傷つけたりするってことはあるかもしれないですね。さあ、リアメテさん、キノコのかわいいですね。私もフライングタイガー行くかな。あそこへ行くと時間を忘れていろいろ見てしまいますね。そうなんですよ。時間経っちゃうよ。ユーモラスなのが売っていて私も好きです。この感性がね、デザインの感性がうちに近いなと思ってですね、なんていうのかな、崩し方というか、リアルじゃない、こうデフォルメをするときに、日本の、よく売れているもの、まあ、例えば、アニメ系とか、その、なんていうのかな、キャラクターとかでも、日本のものって、割とこう目を大きくして、可愛くするっていうのが多いんですけれども、なんだかわけのわからないちょっと雑な感じにわざとなっているところがいいなと。目の高さちょっと変わってたりとかね、あれあえてなことだと思うんだけど、ね、違うかな、ちょっとわかんないんだけど、そのなんかこうチープな感じが、素敵だなと。あとは、ね、色味ですね。
きりした色じゃない微妙な色合いを使ってくるのがヨーロッパとかのデザインの特徴なので、それもお気に入りの一つではあります。そして、月のうさぎさん、カバサかわいいです。私も前に実際に見たことあります。そうなんですよね、これの大きいやつでジャリっていうのがね、そうそう、まあ大音量で音楽をやるときには大きいやつでジャリジャリってやるんですけど、これはちょっと小さすぎるっちゃ小さすぎるんだけど、聞こえなかったら口元でね、あのマイクに拾わせるっていうのもありですね。あのマオイママさんが何かをやりながら歌えるか問題、今うちではいろいろ話し合いが行われています。これから始めたらどうかなと思っています。そしてリアメテさん、しょっぱなかな、しょっぱなでいいのかな。またクラスターの質問なんですが、クロケンさんのワールドでクラフトしたものはそのまま反映されるのと反映されないものもあるのですか。執着心強くてすみません。あ、いやいや、更新ボタンを僕は押すと、更新されます。これあの、そうなんだ。保存をされてるんです。保存をされているので、クラフトをする人たちにとっては僕がやったりみんながやったやつはそのまま保存されているんですが、更新っていうボタンを押さない限りは一般の人には見えないということになります。え、そうなの、うん、見えないんだ。そう、更新されてなければね、更新をすると、すればいいんだ。そうだから作ってる途中じゃない、うん、で途中で、休憩取ってもそれは更新しなければ途中のものは見えないけど、最後まで作ってよしって言って更新をするのが普通だと思う。僕途中でも結構更新ボタンを押しちゃうんだけどね、うんうん、あのいいやと思ってるのでということになります。月のうさぎさん、ママさんの好きなものばかりで自分の好きな小物に囲まれると幸せだなと思います。いっぺんこれで埋め尽くしてみようかねあ、なんか可愛い入れ物にさ、こうびっちり埋めるっていうのはありだね、うん。そして、うん、ディアベテさん、みな可愛くて良いチョイス、ありがとうございます。地味めなんだけどね、あの僕らが選ぶのはどうしてもちょっと地味めになってしまいますが、なんとなくふふっと笑えるものを、変えたかなと思います。佐藤千代さん、ママのお誕生日、保護猫じゃんけんぽんで盛り上がってほしいです。はい、その予定に一応考えております。15日の夜にですね、保護猫じゃんけんぽんチャンネルを使って、生配信をしようと思っています。この場合はね、いろんな歌を昼間歌っちゃっているので、お誕生日の歌ぐらいの、感じかな。あとはまあ、お話ですかね。まあお誕生日だねで1時間ぐらい喋れるかな別に普通にまあね、うん、だらだら、昼間この日はないのでおしゃべりが、ね、ないのでその分をしゃべるぐらいに考えましょうか。リアメテさん、出かけた時に出ないとなかなか買えませんものね。そうなんですよね。今日は、まあ、お誕生日用ということで、狙って、電車に乗って、久々に電車に乗って、出かけてきましたけれどもさあ、なんかいろんな知らないお店がいっぱいあると。そうね、海老名という駅なんですけれども、ララポートの中におおよそ東京の頃使っていた店はみんな揃ってたね、うん、カルディもあったし、そう、ジーンズもあったし、ここにカルディあるじゃん、あ、ジーンズあるじゃん、もうすぐメガネ買いたいじゃんっていうようなね、感じで来ました。あとは、無印も入っているし、無印のうちにもあるよ。まあね、だから、東京の頃に近所の、イオン系のもうあれショッピングモールっていうほどの広さってなかったけどね、スナコ、そう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 、に入っているもの2丁に、広いからね、広いからね、今回はね、ありました。私の知ってる海老名じゃなかったすっかりおしゃれな、綺麗な海老名になっていました。私が知ってるのもそう
そろお休みの時間です。おやすみ。